妹よ、今日は戦車には乗らず、公式さんの SNS にて、新しくスーパーテストへの参加が決まったと発表のあった新車両、日本のティア4プレミアム駆逐戦車、一式10センチ自走砲、ホニニさんの紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ、姉ちゃん。この子は97式駐戦車、キハタンの車体に、帝国陸軍の91式10センチ榴弾砲を搭載した、史実戦車さんだね。うむ。具体的な生産数については、75ミリ砲を装備した姉妹車両、ホニ1と合わせて、138門とか124門とか言われていて、この子単独での生産数は正確には不明なんだけど、間違いなく量産配備、実戦投入までされた子になるね。いいね、お姉ちゃん。しかもこの子はちょっと不明だけど、ホニ1さんの方は、活躍のエピソードとかもちゃんとある子だもんね。うむ。機動砲兵第2連隊でホニ1に登場していた浅井博和さんという人の記録では、この移動統治下作戦で、米軍戦車や兵員輸送の6輪トラックを数多く破壊し、多大の戦果を上げることができた。兵員輸送のトラックに榴弾が命中し、その瞬間、米兵たちが空に飛ぶのを見ると、つい喝采を叫んでいたが、敵とはいえ尊い人命が懺悔していたことに気づかなかった。なんて残されているくらいだからね。そしたらここからは、ゲーム内での性能のチェックといっちゃおうか。了解だよ、姉ちゃん。主砲は単発350の105ミリ砲で、貫通は通常弾 AP64mm、近弾 AP87mm、リロード 9.5 秒で、DPM2211。また榴弾は単発410、貫通 53mm で、DPM2589 になるね。既存の 105mm 榴弾砲と比べると、近弾が貫通 100mm 強の HEAT じゃなくて、貫通 87mm の AP になっちゃってるけど、弾速は550と早めだし、AP には3倍ルールや2倍ルールもあるので、これはこれで悪くなさそうだよね。うむ。離体とかの空間走行にも、AP の方が強いしね。次に当てやすさに関しては、照準時間2秒、精度 0.52、深く5度、射界左右10度ずつと、深くは少々狭いけど、照準時間、精度、弾速は、ティア4の 105mm 榴弾砲組の中ではトップとなってるね。いいね、お姉ちゃん。次に機動性に関しては、前進 38kg、後進 15kg、出力重量比 14.1、車体旋回毎秒34度と、日本駆逐戦車さんらしく旋回だけはそう悪くなさそうなんだけど、前進や出力重量比は同格さんの中では低めよりって感じだね。あう。キハタンベースと、走行のなさそうな子なので、ちょっと物足りない気がしちゃうね。うむ。そして走行に関しては、キハタンベースということでかなり薄く、走行圧が全周たった 25mm となっちゃってるね。あわう。ヘルスも415しかないので、これはちょっとあれだね。うむ。一応ヘルス415は、同格駆逐の中では高めではあるんだけど、105mm 榴弾砲の榴弾がちょっと上振れすると、一撃でやられちゃうからね。あと隠蔽は静止時 18.52 と、絶対値としてはそこまで悪くないけど、同格駆逐さんたちが軒並み高隠蔽なので、ワースト2位。視認範囲は330メートルと、トップタイだね。そしたら最後、まとめといっちゃおうか。了解だよ、姉ちゃん。全体的なスペックはそれほど高いわけじゃなさそうな子だけど、105mm 榴弾砲中最高の精度と弾速を持つ点は、ちょっと面白そうだよね。うむ。ティア4あたりだと、まだまだ 105mm 榴弾砲も強力だからね。とはいえ狙撃運用でビシビシ当てれるような精度ではないし、かといって接近戦ができるような走行もないので、強い子かと言われると、って気がしちゃうけどね。あう。でも榴弾の駆逐さんは、なかなか難しいもんね。だね。そしたら今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。